はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ドラクエ5ですね、やっていきましょう。よくぞ戻られたチェドノと、いうとこですね。狼はこの者たちに尊きご加護ならんことあんめんと。これは表で、表っていう言い方するのも、なんだけど、わかりやすいのは表なのかもしれないね。じゃあね、妖精の国、裏の方に行きましょうか。あ、でも裏っていう言い方おかしいね。でね、ちょっとコメントいただいたんですが、この後ね、お花畑なんですよね。お花畑で、そこに木の実だっけあるよって教えていただいたんで、私全然わかってません。これだよね。これに、何も見つからない。何も見つからない。これ絶対私調べてないんでね。おお、命の木の実を見つけました。おお、ありがとうございます。本当にね、あ、竹の槍拾ったんだ。売るの忘れた。あ、売るの忘れてた。どうしよう。プックルさんに使う。でもプックルさん絶対ヒットポイントガンガンいくよね。置いとこっか。置いといてビアンカ姉さん使っちゃいましょうかね。もうないのかな。もうないだろうね。しかしこんなとこにもいろいろ仕掛けられてんじゃね。知りませなんだ。まあ一応ね、ちょっと全部見させてくださいね。ちょっと欲深いんでね、私ね。はい。で、あとね、別のコメントいただいてるんですけど、私ビアンカさんと別れるときね、まあ普通に別れたんですけど、ある方は身ぐるみ剥いで別れた。身ぐるみ剥いで売っちゃったっていうね。もうなんか極悪非道な方もねいるみたいですけどね。もうそんな方にはぜひフォールアウト3をねおすすめしますね。もうもうねあっちのアクトプレイもね、私やっとアクトらしいことができたので、もうアクトするのも大変。なんとかね、悪党することができましたんで、まあ、ですんでね、悪党好きな方は、フォールアウト3、やってみたら面白いと思います。今、多分ね、安いと思うんでね。まあ、ただ、プレステ3と Xbox ぐらい、あと Windows ぐらい、プレステ4とかは動かないんでしょ、多分。上位互換ないって聞いてるんで。あ、下位互換か。ないって聞いてるんだよね。じゃあね、行きましょうか。あ、いやいや、売れるわ。売れるね。命の木の実ね、私、それほどいらないかもしんないね。あら、ちょっと待って、売れない？あ、売れる。あ、いや、キャンセルしちゃった。売りに来た。プックルさん。いや、違うよ。プックルさんじゃない。ごめんなさい。売りに行きました。私が。で、川の星ね。はい。もうお金2400、2500超えましたよ。だもんでね、もう、結構これ細かく指定しないといけないだよね。前回の方はね、売り出したらずっと売れましたよね。買い出したらずっと買えて。っていう感じだったと思うんですけど、ちょっと違いますね。一回つどつど指定しないといけないみたいですね。さあ、じゃあ、いいタイミングで取り忘れを教えていただいたんで、これで終わらせましょうか。まあ、このパッドで終わるとは思ってないんだけどね。さあ、みんな頑張れだったら、ちょっと良くないかな。作戦、呪文節約にしましょう。ね、プックルさん素早いの分かるんです。ね、もういかにもっていう刀なので。ただね、ベラさんよりも勇者遅いっていうのもね、エルフエルフって一般的にはどっちかっていうと頭はいいよね。頭良くて魅力高くて、でも差別主義者なんだよね。差別主義者なのに魅力が高いって不思議だけど、まあ見てくれの魅力はいいんですよね。見てくれはいいんでね、スラッとしてね。ただドワーフと仲が悪いのとか、
あと人間をすごく、え、なんだろう、あの 下手に見てるみたいな、なんかね、あの、まあ、自分以外の部族をあまりよく見ないっていうのは聞いたりしますけど、まあ、それも古い考え方なのかもしれないね。もう88やってた頃のファンタジーの話なのかもしれないですけど、まあ、でもドラクエにエルフが出てくるすごいね、ドラクエにファンタジー要素が入るっていうのがすごくちょっと私は個人的には違和感がありますね。その辺はファイナルファンタジーなのかなと思ってたんですけど、だからドラゴクエはちょっと別のね、独自の路線を行くっていう感じで思ってるんですけどもね。ただまあ、やっぱり作ってられてる方にはそういうインスピレーションっていうかね、ビビッと来てるんでしょうね。昔ビビッと婚とか流行りましたね。結婚をビビッと来てするとかね、ああいうビビッとっていうのはあったんでしょうね。なんか何度か言ってたと思うんですけど、昔ワンのねレミーだって魔法がウィザードリーのロミルアを元にしてるって聞いたこと、まあこれデマだったらどうしよう、もう私3回4回言ってんだけどね、これデマだったらもう本当私すいません、謝っときますわ、とりあえず。まあそうですね、そうだ、昨日ちょっとねふらっと動画見てたんですけど、エースコンバットナムコさんのねフライトシミュレーターが回るんですけど、あれの最新、まあ私あれ5ぐらいまでしかした、あ6かな、6までしかしたことないんで、あれでももう10年ぐらい前なんだね。なんかねもう今時のフライトシミュレーター見たらもっとすごいことなってんのね。あ開いた、ちょっとびっくりした次第でございます。え、あ、滑んだ、あもうこれお約束なんだな、これパズルだね、あこうか、なるほどなるほどね、もうこれなかなかやってくれんな、こういう要素盛り込むのドラクエうまいよね。で私、あこうか、あ、ほんでこれ入り口か。あ、こういうことだね。で、あ、で、こうか。あ、よく考えないといけないね、これ。うまいな。アルミラージュ、あ、懐かしい。名前がね、ちょっと特徴的だという、特徴的というかそんな感じで覚えてますね私ね。あ、しまった、またここに来てタイマー測るの忘れてましたよ私。ちょっとごめんなさいね、タイマー入れますね。もう遅いけど何分経ってんだろうね。でこうして、あ、あら、あららららら、あ、いいんだわ、いいんだわ、下ね、おお宝箱で、こっか、あ、うまいことできてるな、わっ、え、でこうかい、でこういったら手前じゃないじゃないってそういやあのあれだったね、メタルギアソリッドの4で誰だっけ、あのオセロットがねフォックスダイじゃないっていうのがあったよね。あ、どうでもいい話ですいません。あれどうしようこれ、あ、一体、あ、敵に出てきたら止まんだよね、これエンカウントしたら多分止まんだよね。おお痛い、はい、アルミラージたち、おお100入ったよこれ、はい、空っぽだった、あやだな、あ、ここしょぼいなしょぼいな、あ、ドラキーマット、あ、すごい、これ上下に出てきてる、横一列じゃないんだ、ということは何、飛んでる上の属性と下の属性を足したら10匹ぐらい出てこれんの、あ、すごいな、これで出てくるの待つしかないのかな、ということだよね。あ、え、そこじゃダメなんだけど、
すごいね、しかし。ちょっとびっくりしちゃった。ちょっとさすがに強いね。もう装備一通り揃ったから楽勝だと思ってたんだけど、これはあれかな、むずいね。もう、あら、そこダメよね。で、あ、いけた、こうだ。はい、あ、キメラの翼ね。さあ、これで帰りましょう。で、次、あの右上のあれだね、上り階段だね、これだね。あ、いける。あら、こんな簡単にいけていいのかい。いいんだね。あ、誰かいる。あ、もういきなりボス戦かい。ちょっとホイミ入れとき、あ、いや、たどり着けてからホイミ入れましょうか。あら、もうなんかね、もうわけわからなくなってあ、こうだ。で、こう？ああ、でもあれだよね、ドラクエはそんな、あ、迷路が遠回りするような感じにはなってないもんね。サバッシュとかひどいけどね。じゃあここで呪文を使いましょう。ホイミをね、ベラさんに。プックルさんいらないでしょ。はい、あ、ジャイル、え、なんだお前は。あ、そっか、ポワンに頼まれてフルト取り戻しに来たんだな。え、ポワンはじいちゃんを村から追い出した憎いやつだ。え、フルトが欲しければ力ずくで奪ってみろって、こうなんだよね。おお、なんだこのちょっとあの、カンタが入ってそうなえ、まさか今回もカンタさん出てくるのかい。あ、なんか聞いた話じゃ、この4って、あ、ごめんなさい、5ってね、4の数百年後の話って本当かな。とある掲示板で見たんですけどね、まあ人の書いてることだから本当かどうかわかんないんですけど、そうなったらつながりあんだね。あ、でもあるか、ロトが絡むんだっけ。あ、しまった、何してんの私。作戦でもみんな頑張っていって行かないといけないじゃない。ああ、倒しちゃった。ベラさん大した活躍しないうちに、しかも105ポイントか、大したことないね。宝箱落としてった。はい、あ、魔法、え、はい、あ、フルートは、あ、てきりフルートが入ると思っちゃった。あ、くそ、お前なかなか強いな。え、じいちゃんを村から追い出したのはポワン様じゃないって。え、けど雪の女王様が。お、雪の女王様、え、クククク、ク、え、やはり子供をたぶらかせという私の考えは甘いみたいです。ひでえなあ、今度は私がいて、さあいらっしゃい、ちょっと待って、え、なんとジョーは怪物に姿を変え、連続かいな。あ、まあある意味よかったね。うわ、すごい顔だ。どういう感じかな。ちょっと待って、私呪文でね、スカラ持ってるよね。ちょっとスカラをベラさんに入れてみましょうか。お、結構痛い。え、スカラを私に。50に上がったよ。うわ、ブレスか、そら効いてない。え、ちょっと待ってちょっと待って、ベラさん、ホイミ唱えないの。もうちょっといけそうだよ、ね、おひゃっと、それはわさからなかった。ベホイミだね。え、ベラさん全然魔法唱えないんだね。これベラさんやばいよね。じゃあ私が、え、ちょっと待って、ベラさん、あんた攻撃要因じゃないんだけど、大きく息を吸ったとか言ったけどね。よし、私には食らわない。プッ
ックルさんにスカラ入れる？いや、スカラ入れるぐらいだったらホイミ、ベホイミだね。まあ、今回は言っときましょう、普通に。お、プリスーと。ちょっとまずいかな、ベホイミ入れましょう、プックルさんにね。ベラさん、あんたホイミ持ってたよね。いや、てか、あんた、いろいろ持ってたよね。ギラも持ってたよね。あ、なんか、画像入っちゃった。ちょっと右下にね、右下に変な画像入っちゃったね。あ、これもう、この吹き出し出るの？ちょっと待って、あ、消えた、消えた。ごめんなさい、今ね、私もう、パソコンのスペックが悪いんでね、ディフェンダーとか全部サービス切ってんですよ。ダムでね、ちょっとポコ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 出ちゃったりするんですけど、お許しください。あ、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさいね。ごめんしてね。ごめんしてね。よっこいしょっと。よいしょ。今何分？あ、まだ8、ま、私の遅れた時計で8分ね。大きく息を吸ってんだけど、ちょっとペラさん。ちょっと待ってね。あんたガンガンにしないとダメかい？お、来た！あ、まだ？いやいや、ガンガン行こうぜ。でも呪文使わない。ちょっと待って、もうみんな頑張って。あ、え、命大事にすべきか。お、やっと魔法唱えた。お、プレスだね。ベラさんヒットポイント10でもまだあれなんだね。白い魔物、おお、会心。おーおーおお、私だけだね、会心出してないの。あ、てかブーメラン会心ないか。あー、倒した。雪の女倒しましたね。そ、お、650いいな。はい、私上がりましたよ。レベル10に上がりまして、力が2ポイント、身の回りじゃなく守りが1ポイントね。ヒットポイント8でマジックパワー4ですね。インパスの呪文を覚えましたよ。プックさんレベル9になりましたね。力4ポイント、身の回りが2ポイントね。ヒットポイント7の、宝箱を落としてきましたね。あ、キメラの翼ね。はい、200ゴールドね。ん？あ、動けんのね。あ、違った。あ、なんだ、雪の女王様って悪い怪物だったんだ。俺、騙されたみたいだよな。うわ、まずい、じいちゃんに叱られる。そんなレベルじゃないだろう。帰れなくっちゃ。あんた、いい靴履いてんね。私、帰るの大変だよ、これ。はい、宝箱ね。春風のフルート見つけましたが、これですよね。あ、しかし、あってた、これで物持てない。何か持ち物捨てないといけないよね。え、あ、ああ、びっくりした。適当にボタン押すのもあれだね。松明って、ああ、そっか、預かり所があるんだけど、預かり所がどこにあるかまだ分かんないんだよね。うん、薬草捨てましょうか。ちょっと待ってね。プックルさん、あんた、ま、もう持てないのかい？あんた、ガンガン持てるよね。じゃあ、プックルさんにもういらないものを、え？プックルさんには渡せないの？聖水は？あ、あー、これすごいわ。あの、キーアイテムは渡せないんだね。ということは何？タイマツゴールドオーブは、もう私が持っとかないとダメなんだね。いやー、てか早く預かり所見つけないと。ちなみに私、春風のフルート吹いてみましょうか。ちょっとね、エルフの依頼さんが、はい、しかしここでは何も起こらなかった。エルフの依頼さんが吹いてるやつなんですけど、勝手に吹いて悪いかも。お、あれあれ、ブーメラン。ブーメラン入ったんだね。あー、やつ早く行ったな。こっちは回り込んでいかないといけないもんね。あ、でもキミラの翼効くのかな。まあいっか。あー、しまった。こうだね。
ああ、落ちないといけない？落ちたくないな。ダメだよね。こっち端から行ったらどうだろう。あ、バッチシだね。お、カパーラナーガ。はい、96ポイントね。はい、入った。あ、よかった、出れるね。あれ通り過ぎたらどうしようか思っちゃった。さあ、もういいよね、いいよね、うん。はい、で、あのじいさんのとこ寄ればいいんだよね。いや、ことのほかベラさんなんかわけわからなくてね、こういうとことがギラ使うんだよね。ちょっとベラさんびっくりしちゃって。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなったんでこの辺で終わっときましょうかね。これ戦闘終わったらね、終わりましょうね。はい、じゃあね、ドラゴンクエスト5この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。ちょっと待ってやっぱり使い方が分かってないんだわ私ね。はい、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。